こういうね、美味しいところだけ持っていくのがビルダーです。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、いきますか。パン食べてしまった。パン片手にかきつけるけどいい？はい、ってことでね、前に、後ろの入り口のところに罠を仕掛けたんやけど、なんかみんながさ、このびっくりマークが出てから、こっちの方向に走ってってけん、あ、こっちから敵が来るのねってことで、こっちに罠めっちゃ張り巡らした。こんな感じで、大丈夫かな。あいな、この谷間を見てくれ。敵が階段から攻めてくるとすれば、必ずここを通るだろう。ここは敵を迎え撃つのにうってつけの場所と言える。そこでだいな、ムーンブルクから持ってきた魔法兵器を、この谷間の君の好きな場所に置いてほしい。置いた。もうめっちゃ置いた。種類も置く場所も指定しない。魔法兵器を合計100個、急ぎ設置するんだ。しました。もしも兵器の使い方を確認したければ、もう一度私に声をかけてくれ。ちなみにさ、これ城の壁で囲んで、まあ、強化しとるわけやけど、あっこのさ、ミトちゃんが動いてくれんけんさ、あっこだけなんか隙間空いとんよね。ところで、ムーンブークで私が話したように、しっかりと魔法兵器を回収してきたろうな。もちろん。もし回収してきていないなら、一度ムーンブルクに戻って取ってくるんだ。おお、魔法兵器を置いてくれたのだな。素晴らしい配置だぞ、いいな。おお、嬉しい。これだけの魔法兵器があれば、たとえ敵が多くても必ず撃退できる。どうやら間に合ったようだな。ムーンブルクを守った魔法兵器だ。これでこの谷が自然に出ちろとなって、我々を守ってくれるだろう。てか、こんだけ罠仕掛けたら多分さ、何もせんでもやっつけれるんじゃねって感じやけどね。あいな。おかえりルル。ルル、指導の様子を見てきたところなんだけど、この妙な天気は何よ。まあ、天気のことまで言われましてもね。まさか。ああ、ハーゴン軍が攻めてきたのだ。え？大丈夫なの？ルルドの安心してくれ。アイラの罠作りが間に合ったのだ。へえ、この谷間に置いてあるのがムーンブックで作れるようになった罠なのね。そうです。その通り。我々はアイラの魔法兵器で全ての敵に勝ってきた。今回も同じ結果になるだろう。イエティを、上がってくる？ああ、燃やされてるけど大丈夫ですか？消えた。うわ、一気にワープした。どういうことやねん。さあ、ということで、戦いますか。あいな、教団の魔物たちがすぐそこまで迫っている。間もなく戦いの時のようだ。以前置いた魔法兵器以外にも、様々な兵器を君自身が作って、新たに置いてくれてもいいぞ。さあ、あいな、戦いの準備はいいか？オッケー。よし。では改めて、私たちの魔法兵器の威力を見せつけてやるとしよう。心配するな。どのように魔物が来ようと、今の我々の敵ではない。かっこいいね。うふふふふ。よく監獄島を脱獄できましたね。そしてこの島に再び舞い戻ってくるとは、身の力柄。ビルダーもろとも、ビルダーが作ったものを破壊する。待っていましたよ、この時を。くだらないおもちゃを海岸に並べているようですが、まとめて踏み潰してあげましょう。あれ、踏んだら燃えるよ、大丈夫？さあ、ビルダー、その命、今度こそ頂戴します。頂戴するのはこっちなんだなぁ。ということなので、ちょっと私は、上の方から見学でもしようかな。お、ほら、めっちゃ体力減りよりやん。やばくないあれ。お、はあ、落ちた。あ、落ちた。とりあえず私、この、私は高みの見物をしようと思います。みんな頑張ってね。でも多分ほら見て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 、やばくないあれ。現れた途端に燃えたよ。燃え死んだよ。鬼畜だわこの罠たち。あれみんなどこ行った？ほらほら、もう落ち、何どこから撃ってきてるの？やめて。私高みの見物してるところだから。自慢の翼。なんかさ、微妙にこっちに撃ってきよるけどさ、全然当たってないけんね。全くもって当たってないけんね。痛い痛い。そんな狙い定めてこない。どこから撃ってきた？おらんくね？いませんよね。あっちから撃ってきた？違うよね。なにびっくりなんだけど。びっくりなんだけど。てかあっち側にみんな行ったんですけど。上がれなかったわ。ちょっと罠をさ、悠々とそうやって乗り越えていくのはやめていただけます？よし、オッケー。さあ次の敵よ、来い来いよ来いよ。あれ？あ、ですよね、次の敵だよね。上がらせて、はい。そして私はまたしてもこの場所から見下ろしていようと思います。なんか飛んできた、もしかして気のせいか。今回空飛ぶやつおらんよね。うん、おらん、大丈夫。見守ってるね、私。てかさ、自分側のキメラとイエティがおるんやけどさ、なんか敵なんだか味方なんだか全くわからんくなるんよね。頑張れ頑張れみんな。頑張って。ほら、あっという間やんね、やっつけるの。なんか真ん中でグデグデしよるのは私のイエティよね。グデグデ、なんか一回一回ちょっとのけぞりがめちゃくちゃひどい感じの、動けない、そしてそのままお亡くなりになっていく。いや、儚いわ。粛清中、粛清されてるのは君なんだよ。私も向かうね。行って、こういうね、美味しいところだけ持っていくのがビルダーです。よしよし、お、来た。そして私はまた、あ、痛い、やめてよ。そんな猛ダッシュで来なくてよくない？ちょっと待って、痛い。てかこの辺のさ、魔法兵器がなんかあれやん、味方側に対しては全然作動せんわけやん。その辺なんか不思議よね。敵にしか反応せんのはなんでっていうか、どういう基準で判断しようんやろうね。だって魔物か人間かっていうんやったらさ、イエティとキメラって魔物やけど全然反応してないし、どの辺で味方か敵かを判断しているのだろうかということを、この場所で静かに私は考えてます。やっつけた？まだそいつがいるのか。頑張って。あ、一応あれなんやね、まあ、全ての敵に対してちゃんと反応するんやね。この飛行系のモンスターだけとかじゃなくて。来た。なんか今回でかいやつしかおらんくない？怖い。なんかこの辺でも攻撃当たりそうな気がする。当たらない？これ当たらないの？当たるんじゃない？でもだとしたらここからも当たるよねってことで、当たりよんかなこれ。いや、当たってる。当たってるわ。イエーイ。ここから届くやつんだけ。お、私自ら粛清しましょう。来たよ。これ最後のやつやん。これあれやろ、さっき船に乗っとったやつやろ。ふふふって現れたやつ。こいつあれか、魔法打ってくる。あ、でもあっという間やんね。ハーゴン様ごめんね、あんだけなんかめっちゃ喋りまくってね。ちゃんとこう独立したキャラクターがあったんやけど、まあ、私の罠の前ではそんなものは関係ないので。はい、バトルコンプリート。本当ならここで指導とのハイタッチがあるはずやのに。己口よしや、なんという恐ろしい兵器を。やはりビルダーとは、ものづくりとは恐ろしい。一刻も早く壊していただかねば。破壊神様万歳、ハーゴン様万歳。グフ。その破壊神様は今ちょっとどこかに行ってしまったんだけれど、やはり魔法兵器という力を得た我々には、あの程度のハーゴン軍は敵ではなかったな。もうね、魔法兵器が素晴らしすぎました。敵の枝も倒したみたいです。これで島が襲われることはないでしょう。もしも詰めてきたとしても、魔法兵器があれば簡単に追い返せるぞ。魔法兵器がすごいのはよくわかったけど、あっけなくて拍子抜けしちゃうわね。これまでは指導が我が物顔で敵を投げ倒したのに。ルルドの言う通りだな。今頃アイナと2人でハイタッチをしているところだ。なんかあれやね。ハイタッチひらがなにしたらちょっとかわいいね。あいつ魔物が攻めてきたっていうのに結局助けに来てくれなかったわね。今までの指導だったら絶対そんなことないはずなのに。やっぱりきっと何か特別な事情があるんだわ。まあひとまずは3つあった目標のうち1つを達成したみたいですよ。なぜいちいち歌うんだい？開拓テクレシピ、魔物を倒す罠を作ろう達成。お、やっとやん。これさ、ずっとなんか、何個設置しても 80% から進まんかったんやけど、このイベントをクリアする必要があったわけやね。要は。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのはいいな。ほう、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。お、来た。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピをあと7個達成したらカッターをプレゼントするぞい。ではさらばじゃ。なんかな、あと7個もクリアしてやっとカッター、なんかね、響きがしょぼくって役立つ道具ということはわかるんだけれども、これで目標だった雪原作りと教団対抗する罠作りは終わったようだな。あとは残るはアイナ様にふさわしいお城作りですね。城ができればいよいよ石場に記されたもの作りは全て完成だな。素晴らしい。これもビルダーたるアイナの導きによるものだな。緑、赤、青、もうすぐ3つの開拓地の開拓が全部終わるのね。君の雪原もいい感じだな。我々も君に負けぬよう頑張らねば。イエティの活躍はちょっとなかったけどね。我々は城作りに戻る。我々は我々の手でこのまま城を完成させる。城作りは我々に任せて、君は君が出すべきことをしてくれ。お、ポストの手紙が届いた。まあ、今回のはね、なんか何設計図もなんかなしやし、でもって、まあ、設計図がないってことは手伝うこともできん。なんか置いたところですぐに壊されそうやし、そこ置かないからみたいな。で、なんか材料集めって言っても、設計図がなかったら何が必要かもわからんし、まあ、多分、すべて揃ってるんだろう。何かしらこの辺部屋になりそうな感じやね。まあなんか、壮大なものが出来上がりよるっていうことはわかるよ。私、じゃあ絶対にね、こんな感じにはできんであろうものが出来上がるんかなっていう楽しみはある。じゃとりあえず、あれやな。いや違う。とりあえずパンじゃなくって。とりあえずパンじゃなくって。じゃ、白地のとこ行ってみようかな。ちょっとね、私今まで小さなメダルを交換したことがなくって。うん、ちょっと待ってね。青の開拓地、今開拓してるから。フォー、お主、小さなメダルに興味があるようじゃな。何を隠そう、わしは小さなメダルを集めておっての。持ってきてくれればお宝と交換するぞい。おお、なんと小さなメダルを持っておるではないか。早速わしが預かろう。多分今まで預けたこともないんかな。小さなメダルを32枚確かに預かったぞい。よしよし、メダルを1枚集めてくれたお礼じゃ。黒縁メガネをやるぞい。あ、なんか勝手に渡してくれるんや、交換。なるほどね。アイナは黒縁メガネを受け取った。私今までのドラクエでもそんなになんか私に言ったことがないんよね。よしよし、メダルを4枚集めてくれたお礼じゃ。縦ごとのレシピをやるぞい。縦ごとのレシピ、よしよし。お、次はにぎわう町の楽譜。楽譜、音楽が聴けるの。あゆなはにぎわう町の楽譜を受け取った。で、10枚のお礼、リボン。いいね、リボン。つけたい。で、14枚のお礼がローレシアの服。ほうほう。ローレシアは王子様がおったところか。で、18枚、街の楽譜集。街角の楽譜をゲット。光さす街の楽譜を受け取った。もうなんかいっぱい。楽譜集って言ったもんね。寂しい村の楽譜を受け取った。多分これでいつでもシステムとかから聞けるようになるってことかな。え、違う？わからん。よしよし、メダルを22枚集めてくれたお礼じゃ。ヒゲをやるぞ、ヒゲ。あれかな、なんか飛び盛りみたいな感じで、なんか、その部屋とか、その街とかの音楽を変えれるってことかな、楽譜は。26枚の俺、ドラキャップ。帽子キャップ。え、めっちゃ可愛いやん。で、30枚のお礼がうさ耳。さて、アイナ、今お主からメダルを32枚預かっておる。メダルが34枚になったとき、わしのとっておきのお宝、旅の楽譜集をやるぞい。お、また楽譜集や。なんか、新たなレシピをひらめいた。あ、そっか。レシピ、そういうことね。縦ごと、懐かしき調べが奏でられる縦ごと。型じゃない。もしかして、あれで演奏ができるってこと？違う？ほら、ローレシアの王子の服。サマルトリアはサマルトリア。それがお主がゲットした初めてのアクセサリーじゃな。ドレッサーを使えば見た目をおしゃれに変えられる。あんな格好もこんな格好もできるぞい。ドレッサーを作れるようなら自分で作ればいいが、緑の開拓地に一つあったはずじゃこい。まあ、とりあえず、違う。とりあえず、青の開拓地に戻って、作ろっかな。まあ、緑の開拓地は緑の開拓地で置いておくとして、よいしょ。みんなが一生懸命城を建ててくれている間に、私は、ドレッサーでイメチェンをしようと思います。ドレッサーどれドレッサー。どれがドレッサー、あ、この辺かなもしかして。違う？いや、ないぞ。どこでしたかしら、ドレッサー。あ、この辺か、生活家具。ふぅ。ってことで、ドレッサーが作れたので、この辺にポイッと置いて、ドレッサーを、あった。はい。よいしょー。見た目を変える。あ、こういうやつね。なるほど、なるほど。でもそういうことじゃなくって、とりあえずさ、服装備はこれでいいとして、ビルダー、稽古着、鎖片びら、鉄の鎧、ボロの服。あれ、新しくゲットしたやつはなんか可愛い格好したいね。とりあえずさ、稽古着、ビルダーの服。ビルダーの服が一番可愛いのか。まあ、バニーはあれとしてさ、ビルダーの服。てか、ゲットしたやつは新しく。アクセサリー。あ、リボン可愛い。ヒゲもよき。黒縁メガネ。黒縁メガネとリボンは同時にはできないのか。あ、できるんか。じゃ、これで、黒縁。なんか踊り出したんですけど。あ、でも帽子。あ、かわいい。めっちゃかわいいんですけど。帽子がいい。どうした帽子、めっちゃかわいいやん。こんな感じ。後ろとか、尻尾生えとる。このリボンは元からついてるリボンってことかな。うんうん。こんな感じだよ。あれははい、これで保存します。めっちゃいいやん。超かわいいやん。ほらほら、見て見て。めっちゃかわいい。いいね。これあれやろ？ミートピアと同じでさ、見た目変えただけやけん。とりあえず、強さとか防御とか変わってないってことよね。超いい。超かわいい。あのさ、あれはどこ行った？サマルトリアやったっけ？ローレシアか。全然違っとった。あれは、男用ってこと？別にそういうことじゃないよね。まあ、こんな感じということで。はい。ということで、28% か。まだまだ出来上がらんねやね。遅くないみんな。なんか私、自由気ままに遊びよるけどさ、遅くないみんな。あ、でも、でも結構進んだ感じするよね。真ん中は何なんやろあれ。階段。2階が出来上がったりとかするってこと？でも、位置的になんか玉座の間的な感じかなって思うんやけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでまあ、みんなが城を完成させてくれるのを待ちましょうかね。